戸橋し定機線の輝き戸橋し定機線の現行航路。戸橋し定機線は三重県戸橋で運行されている公営の定期航路である。戸橋本土の戸ば港と伊勢湾港に浮かぶ4つの離島を結ぶ。戸橋の人口の2割に相当する4500人の離島住民の生活を支える交通機関であると、共に離島を訪問する観光客の主要な交通手段でもある。 乗船客数は年間およそ100万人で、市営の定期航路としては日本一であるが、乗客の減少等により1億数千万円の赤字を生み出している。この記事において、鳥場とは中野郷三橋と佐田浜三橋を指すものとする。愛知県田原市の伊良子岬から上島観光船の就航している上島を除き、戸場市の離島と本土を結ぶ。 唯一の公共交通である。このため住民や観光客の足としてだけでなく、食料品、新聞、郵便物など、生活必需品のほとんどがこの定期船で輸送される。かつては、鳥場浦村、石鏡間の本土同士を結ぶ航路もあったが、現在は離島航路のみ運航している。中野号三橋貞浜。 三橋飛ば上島航路航路の総称は、飛ば上島間航路である。便数、航路は2010年4月現在、飛ば発15便、坂手発16便飛ば発8便、関東発10便飛ばと東志島西部の桃取町を結ぶ航路、飛ば発10便、桃取発10便飛ばと東志島東部にある、和具地区及び、小田江市地区を結ぶ航路、飛ば発10便、 小江市発急便、鳥羽発4便、上島発4便2009年により運航開始。外回り内回り鳥羽市営定期船は民間の定期船を起源とし、1891年に就航した鳥羽港と本浦港を結ぶ浦村航路が先駆けである。以降、相次いで個人経営による民間航路が就航。第二次世界大戦前後には企業の参入も始まった。 いかにその路線を記述する。公営による定期船の最初の運行は、1934年6月に、鳥羽オバマ間に就航した、鳥羽町営オバマ都船である。1950年から鳥羽坂手間が公営化され、鳥羽町営定期船となり、翌1951年8月16日に、愛知商船から同航路を譲り受けし、鳥羽町の単独運航となった。 1954年11月1日、鳥羽町が周辺町村と合併して、鳥羽市が発足したことに伴い、鳥羽町営定期船と上島村営定期船が、真摯にいかん、賭市営定期船が開業した。1月28日で、正式運行は、同年3月3日からである。この後に、中村幸吉市長の下で、航路買収による、市営化の流れが加速し、 1957年には古代市航路、関東航路、石鏡航路が、1958年2月14日には桃取航路と浦村航路が市に移管され、鳥場と市内各地を結ぶすべての定期船の市営化が完了した。これを受けて、鳥場市は定期船の運航を担当する部署として、後期業化を1957年に設置し、業務内容をわかりやすく、 示すため1967年定期線化に解消した。また、戸橋や三重県が戸場港の埋め立てを実施し、定期線三橋の整備が行われた。昭和後期には航路の合理化が図られ、1969年8月に浦村航路と石鏡航路を統合して鏡浦航路とした。航行経路は以下の通り、 この航路は1973年にパールロードが開通し、路線バスが設定されたことにより、役目を終えたとして1975年4月に廃止された。1978年には離島航路5路線を鳥羽上島間航路に再編した。これにより、一部の便で2つの島に寄港するものが登場したが、基本的には鳥羽と1つの島を結ぶ路線が主であった。 離島の過疎化や少子高齢化の流れを受け、1980年度に記録した161万人をピークに、乗客は減少の一途をたどり、2006年度には94万人まで落ち込んだ。さらに2008年の原油価格の高騰が追い打ちをかけ、経営を圧迫した。これに対し日本政府や三重県は、多額の補助金を投入。 飛ばしも停泊中の船舶のアイドリングをやめるなどの対策をしているが、いまだに決定だとなる解決策は見つかっていない。こうした中、三重県議会議員の木田久志主一の働きかけもあり、三重県の補助を受けて二隻の高速艇が建造された。木田は後に、市営定期船改革を訴えて、飛ばし町に当選し、市は2009年3月に、 飛ばし地域公共交通総合連携計画を策定した。この計画では、市営定期船と路線バスを連携させた飛ばしコミュニティ交通システムとして結合すること、飛ば本土側の港湾機能を佐多浜マ橋に集中させることなどが打ち出された。他にも2009年5月1日には、観光客向けに離島館を循環する便を試験的に導入。 2010年4月1日から2便の増便を決定した。また、三円伊勢連絡道路の早期着工、開通、離島課橋により定期船を廃止すべきとの声もある。2007年以降、大人は一人、小人は0.5人で計算している。今中、最高値を赤色で、最高値を記録した年度以降の最低値を青色で、 最高値を記録した年度以前の最低値を緑色で表記している。は、歴年統計による。1957年と1960年の合計には、鏡浦航路を含む。総動高速船3隻及び従来型の両角船3隻が在籍している。塩材輝ききらめき退色アルミニウム合金製、総動高速船。常江市クラフトファシリティーズ建造。 2016年3月浸水、船名は、工房により決定した。75.00トン、ディーゼル2機、最大出力 1468PS、高快速力17.00ノット、旅客定員186名退職アルミニウム、合金製総動高速船。常石林業建設建造、2009年3月、浸水。 退職アルミニウム合金製、総動高速船。常石林業建設建造、2008年3月、浸水。1985年3月竣工、早火造船建造、繊維強化プラスチック製。65.00相ン、23.02メートル、肩幅5.60メートル、肩深さ2.18メートル、ディーゼル1機。 機関出力 1000PS、旅客定員330名1997年3月、竣工、ニュージャパンマリン建造、FRP 製。予備船、74トン、登録長22.90メートル、肩幅5.98メートル、肩深さ2.35メートル、機関出力 1240PS、旅客定員250名2001年2月竣工。 ニュージャパンマリン建造 FRP 製64.00総トン登録長22.28メートル肩幅5.38メートル肩深さ2.38メートル旅客定員260名第23戸場丸66総トン95総トン88.96総トン全長23.93メートル1982年10月竣工。 浜地造船建造。87.98総トン。登録長22.22メートル。肩幅5.20メートル。肩深さ2.15メートル。ディーゼル一期1983年12月竣工、ニュージャパンマリン建造。51総トン。登録長20.81メートル。 肩幅5.00メートル、肩深さ2.13メートル、ディーゼル1機1990年5月竣工、ニュージャパンマリン建造、FRP 製、56総トン、登録長21.29メートル、肩幅5.18メートル、肩深さ2.32メートル、ディーゼル1機。ありがとうございます。